サントモボーノテルメは、イタリア共和国ロンバルディア州ベルガモ県にある、人口約3900人の基礎自治体、温泉地として知られる。2004年まで、自治体名称は、サントモボーノイマーニャだった。ベルガモ県西部、バルレイマーニャのコムーネ。中心地区、セリーノバッソは、列コから東南東へ1 2トル 県とベルガモから北西へ 17km、州とミラノから北東へ 47km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の LC はレッコ県所属を示す。イタリアの地震リスク階級では3に分類される。2014年、サントモボーノテルメは北西に隣接するバルセッカと合併した。 新自治体もサントモボーノテルメの名を引き継いだが、ISTAT コードは新規に振り直されている。広域行政組織である、山岳部共同体、バルレイマーニャ山岳部共同体の事務所所在地である。バルレイマーニャ山岳部共同体には、以下のコムーネが含まれる。サントモボーノテルメには、以下の分離集落がある。選出は、流行線。効能は、皮膚病。 ありがとうございます。